怖いな怖いな。いやこの時期はね霊が集まるんですよね。今日ねある方のお宅に来てるんですけどね、怖いな、大丈夫かな。こういうとこにね霊が集まってくるんですよね。いたずら好きの霊がね、見えますかね皆さん。間違いなく霊ですよね。霊じゃないでしょ、霊じゃないし、どう考えても間違いなく霊じゃないでしょ。まず怖いな、怖いな。どういう怖さ、助けたい助けたい。どういう怖さなの、助けたい、ね、稲川さんっていうか原口さんっていうか稲川さんどういう怖さなの。怖いな。どういう怖さになるんですか。いやそれは怖いですよね。どういうことですか。見えてますかね皆さんにはね。見えてるんですかね。あっち行け、あっち行け。霊じゃないからいいですよ、いるんですよ。でもうもはやあっち行けももう自分しか映してないじゃないですかもうそれだったら一人でやればいいじゃない。そのとりあえずツッコミの芸人誰か置いといて、いやあんまり映すとね怖いな怖いな、視聴者からね助けて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 、いやそれを言うから怖がる。原口さん映ってますよみたいなね。いやそれを言うから怖がるんですよ、視聴者の方も、原口さんのチャンネルの方も怖いなって言わなければ怖くならないんですから怖いなとか嫌だなとか言うからそういうことになるんですよ。あっち行けとか言うからそういうことになるんですよ。そうですよね。はい、はい、お願いしますよ。え堤下君です。あ、堤下です。よろしくお願いします。ます。こっちがメインでいいんですか。はい、こっちが。あ、堤下です。でもこっちもメインですよ、ね。あ、堤下です。お願いします。こっちは引きのカメラですね。あ、引きのカメラ。はい、これな。どっち使うか分かんないんで、怖いんだよ、こっちが。今日は何で、なんか、夏にぴったりなね。そこ映ってるよ、そっち全員。そっち全員映ってるからね。そこ映ってるから、ね。さすがですよね。さすがです、ツッコミ。全員映ってますよ。さすがツッコミは、もう衰えてないですよね。あっちが使えないんですよ、だから、その絵面、今のは。だから今日はですね。はい、夏にぴったりな、はいはい、ね、ひんやりとした涼しくなるようなね、はい、お料理を食べさせていただけるということで来たんですよね。はい、 はい、ありがとうございます。いえ、どうもです。今日は、はい、稲川さんに、うん、この夏寒いっていう時期があると思うんで、喋ってるのマークじゃないのよ。どんぶりが喋ってんなってなっちゃうから、だからこうなってないとおかしいぞ。怖いな、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 こうなってないとおかしい。怖いな、ぴょんきちかな、ぴょんきちかな、懐かしいな、懐かしいな。こう出てないじゃん、こいつ中心に動いてないじゃん。懐かしいな、懐かしいなじゃないですか。こいつ中心に動いてないんで、こっち映してください。どうしたんですか。あ、これちょっと怪我したんです。怖いな、怖いですよ。これはね、本当に怖かったです、僕も。怖いな、これは怖かった。何があったんですか。ちょっとなんか粉瘤っていう海が溜まる病気になってしまいまして、で粉瘤になったら手術するって言ったら、なんかすごい変な写真疲れてニュースになっただけです。だから気にしないでください、ここは。怖いな。あ、今堤下君と絡むとニュースになるんですか。いやだからならない。怖いな、怖いな。それは怖いです、ごめんなさい。怖いな、それは怖いです、ごめんなさい。助けて、助けて。それは本当にごめんなさい。助けて。それはごめんなさい、ならないようにしますんで。それは気をつけて。じゃあ、お願いしますよ。今日は、はい、豆乳を使った簡単にできる、うん、原さん料理されますか。たまにありますよ。あ、じゃあ、簡単にできるものちょっと作りますので、はい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 、ちょっとまずすごい簡単にできるこの東丸スープっていうのがあるんですけど、何ですかこれは。これうどんのスープなんですよ、うん、なんですけど、これベースで作れますんで。美味しそうだな、美味しそうだな。 30cc ぐらいの、うん、どうしたんですかこれは。腕の傷、はい、これ何ですか。これは舞台やった時に舞台でシュッて擦ったんです。怖いな、何が怖いんだよ。だから舞台でシュッて擦ることが。舞台上がってるんですね。舞台上がってます、ちゃんと、うん、ちゃんとやってます。コントやってる。コントはやってないです、お芝居の方を。え、お芝居の方をやってます。怖いな、怖いな。確か私が知ってるのはインパルスっていうね、はいはいはい、コンビでの活躍は知ってるんですけどね、ピンの活動は知りませんよ。怖いな、怖いな。確かにね、怖いですかね、それが。怖いな、それが怖いですかね。でもそのコンビ なんでやってないんですか。いや、なんでっていうか、そのだから僕がダメだからでしょ。そんなの分かるでしょ、言わなくても。言う必要がないでしょ、僕の責任でしょ、それは全部。沸騰してきましたよ。沸騰、はい、してきたんですけど、はい、その前に、はいはい、これそうめんを茹でるんですが、はいはいはい、大葉をちょっとさっぱりとしたみょうがも準備してるんですけど、大葉もちょっと使いたいので、はい、ちょっと大葉もせっかく今日食べていただくということなので、はいはいはい、しっかりと使っていこうかなと思って。もう手術は終わったんですか。手術は終わりました。はい、昨日してきて、ちょうどタイムリーに。だからこのチャンネルの撮影があったんで嫌だったんですが、うん、やっぱり傷見せるよりはさすがにと思って。これだから原因は何だって言われたんですか、お医者さんには。あ、いや僕ね、でもこの粉瘤はできやすくて、そのストレスかなんかですか。いや違います、もう本当に海みたいなのが溜まってるってだけです。間違いないですね、これ怖いな、怖いな。何ですか。間違いなく例の仕業ですよね。海って言っただろ俺今。なあ、例の仕業だ。じゃあ俺今海って言ったの。怖いな、助けて助けて。いやいや、切ってないのよ、包丁として助けたら本当に怖いのよ。ダメなのよ、包丁として助けては。助けて助けて。いやだ、包丁として助けたらダメなのよ、本当に。絶対ダメなのよ、包丁のシーン使って助けてってなると本当に怖いやつになっちゃうから。ダメなのよ。
なぜそういう使い方するんですか。ニュースになりましたね。いや、ニュースにしようとしてるじゃない。それが怖いのよ、一番こっちにしてみたら。ニュースにしないとね、回んないんですよ。いやいや、回んないんですよ。怖いな、怖いな、その理由も怖いな。いや、その理由は怖いぞ。助けて、助けて、誰か助けて。いや、もうそうめん行きますよ、じゃあ。そうめん行きましょう。全然映してくんないんだもん、料理。本当に取る気ないのよ、そうめんの。そうめん行きましょう。じゃあ、2分間です。2分間。はい。はい、そうめん行きましょう。そうめん行きます。はい、そうめん。もう簡単ですよ、アルさん、本当にこれ。そうめんの方がね、夏場ででね、なかなかこう入っていかないときにね、スススススって入っていくんですよね。そうなんですよ。スススススス。はい。私の知り合いにね、お蕎麦屋さんやってる老夫婦がいるんですよね。その人から聞いた話なんですけどね。夜中2時ぐらいに誰もいないはずのキッチンに妙だな、おかしいな。スス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 。人が通る気配がするんですよね。おかしいな、おかしいな。そう思って恐る恐るスーッと覗きに行ったんですよね。そうするとずんぐりむっくりした海が溜まった霊が立ってるんですよね。怖いな。怖い。俺じゃねえかよそれよ。しかも今じゃねえかよ。老夫婦の話どこ行ったんだよ。老夫婦だから怖い話なのかなと思ったら今の俺じゃねえかよ。助けた助けた。いや助けてね、怒ってないんですよこっちが。妙な声が聞こえるんですよね。怒ってない。俺じゃねえかよって妙が妙な聞こえ、あ、妙が、妙がですね。妙がって言うと妙と書けんじゃない、うまいこと。妙がですね。妙が見えたから妙だって言うかなじゃないんですよ。な、何でしょう、な、え、何なんですか、もうふざけたいだけなんですか、もう。アルさん。何か聞こえました。何例の扱いにしてんだよ、こっちが。怖いな、怖いな。何がしたい。いやいや、いや、これはだから、はい、初企画で、初企画です。新企画。新企画ですよ。はい、怖いなクッキング。稲川淳二の怖いな、怖いな。怖いな怖いな。実験的な企画でございます。あ、ね、じゃあこれシャープゼロってことですね。シャープゼロです。アップするかどうかはね、また検討させられる。撮影したのに、撮影したのに、はい、もしかしたら上からこれはちょっと怖いなっていう。あ、そんなことがあるんですか。じゃあ終わりましたので、ちょうどトークの時間、はい、ちょうどトークの切れ間に、切れ間に、はい、じゃあそうめんを冷やします。そうめんを冷やす。はい、さすがにね、そうめんそのままは熱いので。これ暑いんですか。今はちょっとまだ暑いと思います。これ暑い。はい。どうですか。暑いですよ。熱っ。楽しんでいただきました。昔の稲川さんですね。いや、そうやってました。熱っやってました稲川さん。おでんとかもねやってましたから、鶴太郎さんとね。いやいや、いいんですよ。ストレス溜まってるんですか。ボケたいストレスが溜まってるんですか。なんかもうツッコミが普段いないもんだから、なるべくツッコミのところに行こうとするんですか、これから。モノマネ界ではね、私はツッコミの意思ですから、ね。いやいや、そうですね。怖いな怖いな。いや、こっちが怖いんですよ、ずっと。ちょっとこれしっかりとやっぱり冷やしたいので、しっかりと冷やしつつも、ここでなんか頭頂部怖いな。こっちが怖いな、頭頂部は。ちょっと薄くなりました。薄くなってる頭頂部映して怖いなじゃないんですよ。怖いな怖いな。いやいや、これ隠してるでしょ、だからこうやって。助けてじゃないですよ。頭頂部映して、うん、水は止めた方がいいですよ、これ。水は今から氷入れるからいいんですよ、このままで。ああ、そうなんですか。じゃ、どんぶり出しますね。水道代怖いな。水道代はそこまで。水道代怖いな。いや、その水道代が怖くなるまではやらないですよ。やらないんですね。はい。で、今ちょっとどんぶりもこれ実は冷やしてましたので。あ、どんぶり冷やしてくれたんですか。どんぶりも冷えてますんで。優しいな、優しいな。そこは怖くないんかい。いいとこあるんですね。ありがとうございます。いいとこあるんですよ、ね。悪いとこが中心だみたいな言い方しないでください。そんな、こいつ悪いとこ中心だけれども、みたいな。いいとこはカットしてください。いや、なんでカットすんだよ。ちょっと氷入れていいですか。氷入れましょう。すいません。背中に入れましょうか。いや、背中に氷入れてないよ。でもちょっとこれ氷入れて。あ、なるほど、はい。こういう冷やし方があるんですね。はい、そうめんを冷やしているうちに、ちょっとスープの方を作りたくて、今回豆乳の、はい、麺なので、豆乳の、はい、これ豆乳、普通の豆乳なんですけれども、はい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 、よいしょ、なんですか、これ新品の豆乳です、はい、これね、さっぱりとしてね、マジで味は美味しいので、先ほどこの 30cc で作ったスープをここにまず入れます、はい、あ、なるほど、はい、で、これ今もちゃんと中にお出汁とかも入ってるやつなんで、で、ここに 200ml の豆乳を、よし、これを入れてください。なるほど、はい、これ入れることによってどうなるんですか。これで豆乳とスープのお出汁の味が足されるので、濃いスープだけじゃなくなるので、すごく味があるスープになります。怖いな、怖いな。何が怖いの。人ボケもなかったですよね。怖いな怖いな。真面目に料理のことをね、説明してる、はあはあ、そんないらないんですよね。怖いな怖いな。キヨシ師匠よ、それそれでもうボケなかった。どうで、そのボケなかったっていうのはもうキヨシ師匠しかやっちゃダメなのよ、そんなの。絶対にどうでボケちゃダメとか言うのボケらんないです、今の。もう美味しそうですよ。あ、美味しそうですか、ありがとうございます。で、今これそうめんがちょ氷水によって冷えてますので、
でちょっとこれをしっかりと、あ、なるほどなるほど、はい、冷やしまして、いいじゃないですか、ありがとうございますね。でこれをしっかりと、これで豚足ですか、豚足だったらこれこうやってなってるでしょ豚足だったらこうやって混ぜてることでしょ、でなってないってことは豚足じゃないんですよ、怖いな怖いな、こっちが怖いですよ、それ豚足だと思われてたこと、皆さん豚足じゃないですよ、豚足じゃないんですよ、豚足だったらこうなってるから、うん、であのカチャカチャ塗ってるし、たまに豚足だったら絶対にひずめついてんだから噛まないですよね、いや噛まないですよ、素晴らしいですよね、それは噛まないですよ、素晴らしいな、うん、でなんで突っ込んだと浸透してんだこいつ何なんですかこのスタッフは怖いな、一番怖いですよ、一番怖いな、全然笑わないじゃないですか、全然笑わないスタッフなんですよね、今度の後に全然笑わない、想像してください、二人っきりの時の撮影怖いな怖いですよ、それが一番怖いな、それが一番怖いです、アルグさんがこんな怖いでも別にツッコミもしないし、笑いもしないでしょ、そうなんですよね、そんなスタッフいますか、だからこっちも手応えがないんですよね怖いな、そういうこと、じゃあこれをだから芸人さんとのコラボが一番楽しいんですよね、いやそうっすよね、ボケられるしね、そうそう、あこれなんだ、今豆乳にこのスープとこに麺を入れましたので、うん、でこう下から麺をこうやってやるとちょっと麺線が綺麗に出ますんで、なるほど、はい、でここに、もうアレクさん大人なんで、大葉とみょうがを今回はトッピングして出ました、こちらでもう完成です、いやー美味しそう、さっぱりそうめんでございます、すごいさっぱりそうめんでございます、こちら完成でございます、はい、もう食べ、ここで食べるんですか、怖いな怖いな、え、どういうこと、助けて助けて、怖いな、食べるのもう場所変えないで食べるんですか、まさか、何ですか、食べるのはここでもう食べようとします、はい、この感じだと、え、そうですよ、この流れで、いやもうそんなの、私たちもうカメラ止めるの嫌いなんですよねカメラ止めるの嫌いなんですよ、そういうタイプですね、じゃあお箸を渡して僕カメラも僕持った方がいいですよね、あ、いいですか、あ、もちろんです、あ、その召し上がるとこ見たいんで、あ、いいんですか、はい、美味しそうだな、ありがとうございます、美味しそうだな、夏にぴったりな、はい、ひんやりなそうめんですよ、はい、ありがとうございます、はい、大葉とみょうがね、はい、私の知り合いにね、はははは、大葉っていう医者がいたんですよね、名医でね、もう99歳ぐらいで亡くなっちゃったんですけどね、その人のことを今思い出したんですよね、その人が妙な患者を手術したっていうんですよね、ある日ちょっと太めの男性がふっと入ってきて、入りながらここになんかできちゃったんですよ、なんかできちゃったんですよっていうね、ほっぺのここにね大きな海が溜まってるらしいんですよね、その大葉さんがすっとその傷を見て、おかしいな、妙だな、何か膨らんで、この海でも何でもないな、その時思ったらしいんですよね、間違いなく霊ですよね、食えよてめえよ俺じゃねえかよ、あああああじゃないですよ、あああじゃないですよ、霊じゃないんですよ、それでもう一人でやりなよさっきからずっと見てたらもう俺いらないじゃん、別にここでさ、なんか料理作ってずっとボケたいだったらさ、そうやって聞こえてきたらしいんですよ、いやいやいや、聞こえてきたらしいじゃないんですよ、召し上がってください、なんで今フンってやったんだよ、冷たいやつなのよ、天然出すなよたまに、おじさんの見てらんねえんだ、おじさんの天然が一番マジで今懐かしいんだけど、もう味うんぬんじゃなくて俺そういうの一番やだわ、もういい年こいたおじさんの天然、冷たい麺だってのにフーってやりましたね、今明らかに俺どっちのカメラでも抑えられてると思いますよ、もうこれ今のフーはひどいわ、怖いな怖いな、いや怖いのこっちだわ、老化してるわもう老化してるわこれは、あみたいないやもう老化っすよ、もう味のことも何も言わないでただただ本当に昼飯食べに来た人みたいになってるから、うんうん、いや怖いっすよ、うん、怖い、味はあこれはさっぱりとして、うまい、で食べやすいですよね、うまいなうまいな、こうスーッと入ってきますよね、はい、スーッと入ってきますよ、これ夏の時期だとこのぐらいの、うん、食べやすいんじゃないかなと思います、うまいな、しっかりと麺も冷やして美味しいですね、ありがとうございます、よかったです、うん、最高ですよこれ、まああのこれに、うん、あの例えばキムチ入れたりとか、うん、ツナ缶入れたりとか、あキムチいいですよね、はい、なんか豚炒めたの入れたりとか何でも入れられるんですけど、うん、ベースこれ作っておけばもう何でもいただけるので、いいですね、はい、いいかなと思います、うん、え、飯食い来た感じですか、もうアレクさん、うん、俺映ってないですよ、もうずっと GoPro でハルグさん撮ってるし、これツーショットじゃないんですよ、一緒に映るとね良くないかなと思う、いやむしろ大丈夫でしょ、今私もね CM 欲しいんで、いや別に僕と映ったからコマーシャルなくなるとかなんないですよ、いっぱいやってますよ、いろんな人コマーシャル僕と映ってても、いろんな噂聞きましたよ、何ですか噂っていうの、あんまり、はい、説明者と、はい、絡むのが怖い芸人が多い、いやそん、まあ、まあまあ絡んでますよ僕、ああそうですか、はい、こう見えて結構いろんな人出ていただいてますよ、あの
私もオファーを受けたんですよね。はい、そうですね。あの以前ね、脱力タイムズに、はい、お会いした時に、はい、出させてもらってね。お願いします。その時の頼み方がね、はい、まあ雑だったんですよね。雑じゃないよ。まあまあ丁寧に頼んだ。いやいや、まあまあ丁寧、いや言葉は丁寧でしたよ、はい。もちろん丁寧でした。ありがとうございます。これもいいですが、はい、もしよろしかったら。ねえ、もう LINE 交換してください。はい、お全然いいよと。はい、ねえ、これ原口君に聞いた話なんですけどね。全然 LINE 交換しようよ。はい、で、収録終わりました。はい、で、携帯取り行きました。はい、その後、私の原口さんの楽屋に入った時ですよ。はい、普通だったら、はい、先輩の楽屋に来た時に靴を揃えて上がりますよね。はい、ちょっといいですかとか、ちょっとあっていいですよね。スッと入ってきて、はい、靴バンバン投げ捨てて、タタタタタタってこの距離で LINE 交換してる。怖いな、怖いな。あの、稲川さん。靴が散らかってますよ。靴が1個室内に入りましたから。稲川さん、あの、そんな人だったら怖いっていうか、もう面白いですよ。そんなやつ、そんなやつ面白いでしょ、そんな後輩。靴バンバンって楽屋の中に投げて、この距離で LINE 交換してくださいっていうやつ、もう面白いでしょ、そんなやつ。面白かったです。それは。1個だけ靴が裏返ってましたね。そんなにね、急いでなかったと思う。帰り大雨でしたよ。関係ないだろ。怖いな。それと大雨関係ないだろ、別に。それに対しての大雨は全く関係ないでしょ。怖いな。いや、マネージャーさんに証言してほしいんですよ。そんな仕方してないですよ、俺。絶対バンバンとか。してした、バンバンバンで。靴バンバン放り出して。はい、まあ、一応正座はしてましたけどね、この距離でしたから。だから、違う。この距離でしたからね。この距離で LINE 教えてくるって言わないですよ。昔の赤外線じゃないんだから、ガラケーの。この距離必要ないんですよ。返してくださいよ。いや、返してって、あんたが回せって言って回してんだろ、こっちこの。あんたのおかげでツーショットずっとこうやって回してんだろ、俺。関係ないのに。ちょっと離れて声だけにしてください。はい。いいですか、じゃあ。これでいいですか。こうやってれば満足なんですか、原口さんのチャンネルは。そういうとこだけで素直なんですよ、ね。満足なんですか、これで。あれ皆さん聞こえてます。いやいや、だから満足なんですか。なんか変な音が聞こえてますけど。ワンショットで満足なんですか、そういうの。これ間違いなく、例の仕業ですよね。いやいや、もうさ、ベテランなんだからさ。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。今日は夏にぴったりなそうめんご紹介しました。ワンショットで終わるもん。怖いなぁ、怖いなぁ。怖いな。助けて。あ、違う。いや、こっちが怖いですよ。こっちが怖いです。本当に終わったな、これ。本当にワンショットで終わったな、これ。マジで。